街角情報室です。台湾で人気のグッズについてシリーズでお伝えしていますが、今朝はその2回目です。はい、自転車に関する話題ですね。はい、はい、今台湾では空前の自転車ブームが起きています。そこで面白い自転車グッズを東アナウンサーが取材してきました。自転車と地下鉄を使って通学している大学生の謝慶良さん、ハンドルに必ずつけているのがこのおしゃれなポーチです。中に入っているのは大きなバッグ、折りたたみ自転車を入れるためのものなんです。特徴はキャスターがついていること。10キロ近くある自転車も楽に運べます。これならいつでも自転車と一緒に地下鉄に乗ることができます。このポーチ、柄は9種類、アクティブな女性たちに人気なんだそうです。